メトロゴールドウィンメイヤーはアメリカの巨大マスメディア企業。主に映画やテレビ番組の制作、供給を行う。ブロードウェイメロディ1924年3社の映画スタジオが合併し、MGM スタジオが成立。MGM の名前の由来はその3社の頭文字を取ったもの。メトロピクチャーズコーポレーション、サミュエルゴールドウィンのゴールドウィンピクチャーズ、ルイスビーメイヤーの ルイス B メイヤーピクチャーズの三社。親会社は当時最大の劇場チェーン、ローズ社だったために財力に恵まれ、制作も豪華主義で、設立当時から業界トップの地位を約束された。さらに同社を潤わせたのは、ボーイワンダーと歌われたアービング・タルバーグの存在である。心臓疾患を持ちながら24時間編集室を出ないという働きぶりで、 ソースイルイス・ビー・メイヤーと組んで初期作品を一手に出掛けた。しかし37歳で1936年に創生した。最初期のミュージカル映画、ブロードウェイ・メロディが大ヒットし、その後も多数の所属スターによる豪華なキャスティングや豪華なセットと衣装、そして音楽を突き込んだ、対策主義でミュージカル映画全盛期の1950年代半ばまで流星を極めることとなる。 その後メイヤーがスタジオに独裁体制を敷くことになる。1930年代には芸術のための芸術をモットーに巨額の費用とスターシステムを駆使し、大作映画を次々と世に生み出した。メイヤー体制下の MGM はジーン・ハーローやロバート・テイラー、グレタ・ガルボやノーマ・シアラー、ジョーン・クルフォード、クラーク・ゲイブルやジミー・デュランテをはじめとする多数の大スターを要し、 空の星の数よりも多いスターたちがいるが、キャッチフレーズだった。またメイヤーは同時に子役スターの育成にも力を入れ、ミッキー・ルーニーやジュディ・ガーランドなどの子役を発掘、育成支持者のファミリー向け作品の主役に抜擢、スターに育て上げた。1936年、MGM は、イギリスのハートフォードシャーに新たにスタジオを構えた。その理由として、 映画一本あたりの制作費を抑えるだけでなく、イギリス政府が質の高い作品を作るように奨励金を出すのに目をつけたからである。そして、MGM はこのスタジオで、響け外科、チップス先生さようならなどの傑作を生み出した。アニメーション関連においては、1930年から33年にかけ、アブアイワークスのスタジオと、 1934年から37年にかけては、ヒュー・ハーマンとルドルフ・アイシングのスタジオと契約を交わしていたが、1937年に、これらのスタジオの外部発注を取りやめ、独自にアニメーションスタジオを設立した。フレッド・クイン・ビーに率いられた、このスタジオは1940年代から50年代にかけ、ハーマンイコール・アイシング。 テックス・アベリーラにより多くの傑作を生み出した。中でも、ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが生み出した、トムとジェリーは、7度もアカデミー賞を受賞するなど、同社のマスコット的存在となった。また、1939年9月に勃発し、1941年12月から、アメリカが参戦した第二次世界大戦時には、 メイヤーの主導でイギリス人女優のクリア・ガーソンなどが主演した戦時プロパガンダ的な作品を多数制作し15からアメリカ政府や連合国を支援した第二次世界大戦終結後の1946年にはレコード事業に参入するハンク・ウィリアムスやコニー・フランシス、ハーマンズ・ハーミッツなどのスターを生み出すがロックンロール前世の波に乗れず1972年に ポリグラムへ売却した。その後、巨大になりすぎた社の豪華な対策主義を中心とした方針は時代の流れに折り合わず、さらにテレビの普及も相まって1950年代半ばあたりから次第に衰退。1959年にはローズが親会社から外れ、1973年には配給部門を整理し、ユナイテッドアーティストが配給権を掌握した。 しかし UA は天国の門の大失敗で経営破綻し1981年に MGM が逆にこれを吸収して MGMUA になった。また制作体制の古さも目立った。1960年代後半に入ってもいまだに3フィルム方式のテクニカラーシステムに固執し続けていたのである。当時すでにカラー映画の自流は イーストマンコダックが開発した多層式カラーネがポジシステム時代に突入していた。この急閉なシステムへの個室は制作コストの高騰、収益性の悪化を招いた。かつて MGM はロサンゼルスカルバーシティに巨大なスタジオを所有していたが、1970年にスタジオの敷地を一部売却。売却された土地はその後高級住宅地に生まれ変わった。 現在、残された敷地をソニーピクチャーズエンタテインメントがスタジオとして使用している。1986年には、テッド・ターナー率いるターナーブロードキャスティングシステム参加になり、この時に MGM ・ワーナーにおける1948年8月、以前の旧作とハーマン・アイジング制作によるメリーメロディーズの作品を含む RKO。 アソシエーテッドアーティスツ・プロダクション制作の旧作の版権の大部分がターナーエンターテイメントに移され、版権が残されたのは UA 制作の作品及び少数の MGM 作品のみ MGM に残されたが、ポルターガイストシリーズのように版権が分断されたものもあるとなった。しかし、ターナーの取引銀行は MGM の巨額の負債を理由にこの買収を支持しなかったため、 実質 UA の後継会社となった MGMUA を買収から74日後にオーナーで大投資家のカークカーコリアンに再度売却した。さらに1990年代初頭はオーナーの交代が相次ぎ、1996年に前オーナーのカーコリアンが株を買い戻し元の MGM に復帰、1997年に復興後のオライオンピクチャーズを参加に収めた。 2005年にはソニーをはじめとする投資家グループが MGM を約6000億円で買収。北アメリカ市場において MGM と UA の映画はソニーピクチャーズエンタテインメントが配給、映像ソフトの発売をしていた。しかし2006年にアメリカでは自社配給に改め2020年6月30日まで20世紀フォックスから映像ソフトを発売するようになった。 日本では2020年6月30日まで20世紀フォックスが劇場配給や映像ソフトの発売、販売を行っていた。なお、Apple の iTunes による映像の配信は他の資本から独立して行われていた。ソニーの資本が入っていた2005年から2015年までの間には UA 作品の続編、リメイクを中心にスプットの合作が頻繁に行われた。 007カジノロワイヤル、等。20世紀フォックスとスプの、どちらが配給、映像ソフトの発売するかは作品ごとに決めていた。2006年11月には、UA のトップに、人気俳優のトム・クルーズと、パートナーのポーラ・ワグナーが就任。申請、UA として2007年から映画制作を開始したが、数本の映画を制作したのみで、2008年8月に退任した。 2010年4月20日には、経営難を理由に2011年、公開予定であった007シリーズ第23作目、007、スカイホールが2012年に公開された。2010年3月には、約37億ドルの不再編再延期を決定しており、タイムワーナーをはじめとする同社の買収に、複数のオファーがあったが、不成功に終わっている。 コンソーシアム参加になり経営再建が急がれていたが、2010年10月29日、再建者による投票で採択された再建案により、米連邦倒産法第11章の適用を申請。事前調整型の法的整理により、結果米国の投資会社、サーベラスキャピタルマネジメント参加の、新興映画制作会社スパイグラスエンターテインメントの支援で再建を行った。 しかし、前述した007スカイフォールと同年のコビット思いがけない冒険の2作が工業収入10億ドルを突破する世界的な大ヒットを記録したため MGM は破産状態から脱却した。2015年11月にソニーピクチャーズエンタテインメントとの契約が終了し資本関係が解消された。二千十七年三月にはアンナプルナピクチャーズとの間で 長期にわたる配給と共同制作の契約を結んだことが発表された。海外同様に日本国内でもメトロゴールドウィン・メイヤー、ユナイテッド・アーティスト、オライオン・ピクチャーズ作品のソフト販売を2020年6月30日をもってウォルト・ディズニー・ジャパンと契約を解消し、2020年7月から一部の国でのソフト販売をワーナー・ブラザーズに移行。 日本国内でも2020年11月11日から、ワーナーブラザースジャパンが発売元を NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンが販売元となり、メトロゴールドウィン・メイヤー、ユナイテッド・アーティスト、オライオン・ピクチャーズ作品のソフト販売を開始した。2021年5月26日、IT 企業のアマゾン・ドット・コムは、MGM を84億5000万ドルで買収すると、 発表した。MGM が保有する4000本以上の映画と1万7000時間以上のテレビ番組を Amazon の定額制動画配信サービス Amazon プライムビデオで全世界に提供する予定。ここから北米での配給のみ、ユナイテッドアーティストが担当。1924年の創業当時からライオンが登場するオープニングロゴを使用、レオザライオンの愛称で親しまれている。 創業開始当初は吠えなかったが、陶器映画が主流になってきてからは吠えるようになった。一時期ライオンのシルエット静止画を衣装としたものも使われたが、すぐにライオンが吠えるものに戻している。ありがとうございます。